川又事件記念碑川又事件は、1900年2月13日、群馬県大浦郡、佐野木村川又で、足を高毒事件に関して、政府に請願するために出かける、途中の農民と警官が衝突した事件。当時は、京都収集事件と呼ばれた。川又事件衝突の地域農民67名が、逮捕され、うち51名が、京都収集罪などで起訴されたが、 1902年12月25日、仙台公訴審で、起訴無効という判決が下り、実質的に全員不起訴という形で決着した。公独事務所が置かれた、雲龍寺足尾道山による、公独被害が増大すると、衆議院議員、田中正三の主導の下、1896年10月4日、群馬県大蘭郡、渡瀬村にある雲龍寺に、栃木、 群馬両県公独事務所が置かれた。農民らは結束して東京に西岸に出かけることにし、1897年3月2日、第1回の西岸が行われた。当時、このような活動には名前がなく農民らは東京大教師出しと呼んだ。参加者は2000人。農民らは米を持参して徒歩で数日がかりで東京に向かった。当時、 鉄道はあったが、高毒被害地から東京までの運賃が、高毒で貧困化していた農民らにとっては、非常に高かったため、徒歩という方法が取られた。第一回押出しは、榎本武明農商務大臣との面会に成功し、榎本は、この直後、現地視察を行った。しかし、榎本の視察があまりにおざなりだと感じた農民らは、 同1897年3月24日、再度押し出しを行った。規模は7000人と伝えられる。途中の川又にあった浮船橋が警察によって外されており、怒った農民らは対岸まで泳いで渡って船を繋いだ。しかし、途中の岩月町で警察に法輪寺に押し込められた上に設有され、総大75名を除いて帰郷。総大らも、 結局3名が農商務省にたどり着いただけで大臣には面会できずに帰った。鉱毒調査委員会が銅山に設置を命じた鉱毒沈殿地が決壊し、再び鉱毒が下流に流れて被害を及ぼしたことが主要な原因となり、第3回の押し出しが1898年9月26日に行われた。約1万人が同様に運流時を起点に、 東京に向かった。東京府南谷立軍府地、江村の保木真日川神社まで約2500名がたどり着いた。ここで憲兵隊や警察による説得を受けた。この時、公読事務所でも重要な役割を担っていた田中正造も説得に当たった。当時、田中は与党議員だったため、自身が農商務大臣に直接掛け合うことで収集がつけられると考えていたと。 される。農民らは、田中の説得に応じ、総大50名を残し帰郷した。総大らは、田中の口利きで当時の大石正美の、商務大臣との面会には成功したが、直後に、政権は崩壊。田中も、野党議員となり、この面会は身を結ばなかった。川又事件の事実に関しては、後の裁判での証言などが全く噛み合わない。 警官と農民の証言が噛み合わないのは当然だが、農民同士の証言も全く噛み合っていないため、事実関係の詳細は不明である。裁判も、基礎無効という形で決着したため、事実関係については、決着がついていない。多くの研究者は、農民の証言がより正確だと考えているが、それでも、説明のつかない部分が多い。1900年2月、 農民らは密かに会合を開き、次回の押し出しの段取りを決めた。前回説得する側に回った田中も、今度は説得することはなく、押し出し結婚日に合わせて、国会で質問することにした。警察に知られるのを防ぐため、結婚日は極秘とされ、準備するものだけが農民から農民に、口伝で伝えられた。しかし実際は、集会などに警察が探りを入れており、 結婚日以外の詳細は警察側も知っていた。2月12日午後11時頃、雲流時の鐘が途切れることなく連続して打ち鳴らされた。これを合図に周辺町村の寺も鐘を連続して打ち始めた。その音を聞いて、さらに遠方の寺も鐘を打ち始めた。この合図は20里は伝わったという。警官に静止された寺もあったが、 林村の別の寺が金を打ち続けるため、静止は無駄であった。この合図の仕方は、第3回押し出しと、ほぼ同じである。2月13日午前1時、700から800人の農民が運流時に集結していた。警官は、解散を命じたが、農民らは応じなかった。農民らによれば、土足で本堂に上がり込むなど、警官側が乱暴を働いたとしている。同日、 朝から、雲流寺に農民が集結した。その数は不明であるが、高独事務所の発表では1万2000。しかし、この時の人数は、警察発表の2500人の方がより確かだと考える研究者は多い。9時に、一行は、雲流寺そばにあった渡瀬川を渡り、立林町に向かった。群馬県警察部は、約50名で監視していたが、一行はこれを突破した。 直後、渡瀬川右岸の農民らと合流。前述の1万2000という数は、途中で合流した農民を含む数と考える。研究者もいる。縦林町入り口には10名ほどの警官がいたが、一個はこれを突破。途中、11時頃に、縦林警察署前で数名が降印されそうになり、負傷者が出た。警察側は、農民のうち1名が馬で 警察署に乗り入れたのが原因としているが、当人は馬ごと降印されそうになったと証言している。いずれにしても、ここで、どのようなやりとりがあったのか詳細は不明である。裁判終結後の農民の言及には、農民側が先に、警察署敷地に石を投げ込んだというものもある。小競り合いの後、正午過ぎに農民らは、川又にある浮船橋に向かった。当時、 利根川にはほとんど橋がかかっておらず、川を渡れる場所は、実質的に、川又しかなかった。しかし、オーラ用水から利根川までの間には、警官隊が50の防衛ラインを張って待っていたため、農民らは船を運んでいる者たちを先導にして、先を進んだ。前々回の反省から、この回の押し出しでは、橋が外された時に備えて、農民らはあらかじめ船を用意していた。 新女児警官隊は解散命令を発した直後に農民らに殴りかかり、先導の船を運んでいた農民らを相次いで逮捕、拘束した。ただし、先頭の船を運んでいた被告農民の中には停止命令は聞こえなかったと裁判で主張した者もいる。農民らは川又にある新女児に連行され、ここで手当てを受けた。川又の農民は大多数が、 農民に同情的であり、他にも手当て、看護をした者は多くいたという。この日逮捕された農民は約50名。警察が首謀者、リーダーと目視していた人物らは14、15日に相次いで逮捕され、逮捕者の数は67名となった。この時点で農民は総崩れとなり、散り散りになった。ルートは不明だが、 東京までたどり着いた者も,も数十名から数百名はいたとみられるが、その後の請願は行われなかった。一方、田中正造は事実を知らず、国会で公読問題に関する質問を行っていたが、質問後、事件を知ると、二日後に再度事件について質問を行った。なお、押出し結婚日は、田中の国会質問日があえて選ばれたものである。押出しは、 1> 第1回から第6回まで武器を持たず、暴力も振るわない形で行われている。このため、事件となった第4回押し出しも、農民側が先に警官に暴力を振るった例はないと考える研究者が多い。当時現場にいた新聞記者らも裁判で証人として出廷したが、警官隊がサーベルなどの武器を用いたという証言はない。また、農民が武器を使用したという証言もない。 警官側が、農民に対し砂を投げた、という証言と、警官と農民の両者が砂を投げた、という証言がある。予震取調べは、直後から行われ、7月9日、51名を、有罪、16名が不起訴となった。不起訴となった者は釈放された。取調べで特に拷問や、自白の強要が行われたという記録はない。ただし、 長所に検察側の意図的な聞き誤りが多く含まれるという研究もある。農民5名が暴動司会のせい、運流児、住職1名が暴動強作のせい、農民17名が先導のせいで、それぞれ重罪、残りの28名は経済で起訴された。また、一部の農民は治安警察法でも起訴された。なお、治安警察法は、 事件の起きた1900年2月13日にはまだ成立していない。一審の前橋地裁では64名の大弁護団が組織された。この60名は全員が無償で弁護に当たった。ただし一度も公判に出席しなかった弁護人も10名いる。10月10日に第1回公判が開かれ12月22日判決が下りた。2名が 死愛警察法で、有罪、管理公拒罪で罰金と禁庫が27名、無罪21名であった。京都収集罪は認められなかったが、当時現場にいなかった、首謀者とされる農民らに重い刑を課すという意味では、検察側の主張に沿った判決となった。この判決に対し、検察側は控訴。被告側も、無罪となった者も含め50名全員が控訴した。 裁判に先立ち、収監されていた22名は1901年1月20日過ぎに東京に移されたが、3月28日までには全員が一旦釈放された。東京構想院での日清は、9月20日に第1回公判が開かれたが、裁判の場所が東京に移ったことで、事件は東京のマスコミに注目されることとなった。日清で被告側は、 ハンジラを鉱毒被害地に臨検させることに成功。この臨検にはマスコミも同行し、鉱毒被害は東京のマスコミに広く知られるようになった。特に一万長報、毎日新聞、読売新聞などは、鉱毒や田中正造の実基礎事件を連日のように伝え、学生らが団体で連日、鉱毒被害地や足尾銅山の見学をするなど、世論は沸騰した。 第5回押し出しの起点となった、要請寺判決は1902年3月15日と決まったが、これに合わせて2月19日、3月2日に、第5回、第6回の押し出しが行われた。第5回押し出しは、それまでの雲流寺ではなく、埼玉県と島村の要請寺を起点として行われた。 運流寺でも農民が1,100人程度集結したが、警官の監視が厳しく、実際に東京に迎えたのは、妖精寺組の700名だけだった。この押し出しは、女性が多かったため、女押し出しとも呼ばれる。女性5名が、この絵集まる貴族院議長との面談に成功した。第6回押し出しも、妖精寺を起点として行われ、農民2,000名が東京に向かい、 うち7名が3月6日に平田東介の商務大臣との面会に成功。大臣は第二次公読調査委員会の設置を確約させることに成功した。ただし第二次公読調査委員会の設置はすでに閣議決定されていて交付されていないだけであった。委員会は実際に3月15日に設置された。別の日に 内務省に150名がなだれ込んだが、内務大臣は面会を拒否した。日清判決は1名を重金庫15日、2名を罰金とするもので、ほとんど農民側全面勝訴に近いものだった。これに対し、検察側は上告。農民らもあくまで全員無罪を勝ち取るために、無罪となった47名を含む全被告が上告した。 大審院では書類のみの審査が行われ、5月11日、大部分の被告を無罪とするのは、不当としてに審判決を吐き、差し戻しとなった。無罪となった者の,のうち11名の上告は認められず、この場で無罪が確定した。差し戻し審は、仙台高想院で行われることになった。これを農民らに負担を強いるよう仕向けたものだと、考える研究者もいるが、 差し戻し審を前回と別の裁判所で行うのは当時の慣例だったという主張もある。11月27日、仙台控訴院での第1回公判が開かれたが、仙台の弁護人が突然申し立て書きが検事直筆でないため控訴は無効と主張した。申し立て書きが無効という事実は東京側弁護団や被告には知らされていなかった。実は検察側が 前橋地方裁判所に提出した最初の基礎上そのものも代筆で、そもそも裁判は最初から無効であった。仙台側弁護士は初公判の時点でこのことにも気づいていたが、経済での事故が迫っていたため、あえて裁判を長引かせ、事故を狙うために一審の基礎上については言及しなかった。しかし、公判後、裁判所が署名を点検して、この事実に気づき、 12月25日の第2回公判で、一審の起訴状に担当検事の署名がなく、基礎無効という判決が下りた。仙台の弁護士が、なぜ、起訴状の署名が代筆だと気づいたのか、遠く離れた前橋の検察官の直筆署名をどうやって手に入れたのかは不明のままである。一説によれば、当時、東北地方の合姦事件の公判で、被害者の聴取に、 被害者本人の署名がないという理由で無罪になることが立て続けにあり、それ以来、仙台の弁護士は、長所の署名を注意してみるようになったとも言う。なお、後に法が改正され、被害者の長所については、直筆署名でなくても良いことになった。この時点では、川又事件の事項は完成しておらず、検察側は再び一審から起訴をやり直すことも、できたが、行わなかった。 再度世論が沸騰するのを防ぐためだと考えられている。ただし、第2回後半直前の12月23日に複数の被告が再収監されており、これを再起訴の準備と見る研究者もいる。事件によって有力な活動家が拘束され、また活動を行うと逮捕されるかもしれないという不安から、公読反対運動が下火になったと考える研究者がいる。田中正造も、 1901年当時、同様の主張を行った。これに対し、第5回、第6回押し出しが行われており、鉱毒反対運動の弱体化は、事件や裁判とは関係ないと考える研究者もいる。この説を取る研究者の多くは、1903年秋以降、鉱毒被害値が豊作になったことで運動が弱体化したと考えている。 第6回押し出しの次の押し出しが行われたのは56年後の1958年6月11日のことで森田村農民らが足尾線で足尾町の小賀工業に押し出しを行った衆議院議員であり農民運動の先導者であった田中正造は1900年2月15日事件に関する質問演説を行っている途中で当時所属していた 県政本島を離島した。事件発生100年後の2000年2月13日、群馬県大良郡明和町の事件発生現場に、川又事件記念碑が建てられた。ありがとうございます。